2017年4月新たなカードバトルの時代が幕を開ける。戦いを見届けるため集まったのはハライチ岩井、仮面女子月野モア、さくらゆき、そして声優界最強といわれるバトスピプレイヤー木山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームとはカードゲームバトルスピリッツのユーザーが3人1組でチームを結成しバトルを行う。用意されたのは3つのステージ。1つ目の 3on3 ステージではユーザーチーム同士がバトルを行い、先に2勝したチームの勝利。勝利チームはガーディアンステージに進出。番組が用意した6名の資格ガーディアンからランダムに選ばれた3名全員に勝利すればキングステージに進出。最後はバトスピ最強バトラーキングに挑戦し、見事勝利を収めれば賞金100万円。それがバトスピエクストリームゲーム。皆さんバトスピ始めてから2ヶ月ということですけど、はい、そうなんですよ。どうですか触ってみて。いやめちゃくちゃ楽しいっすわ。楽しいですよ。まずね、何色か決めるとこが楽しいからね。そうなんですよ。この収録始まる前にちょっと3人で遊んだりしてたんですけど、うん、はい、いやもう岩井さんのデッキガチすぎて2人をボコボコにしましたから。そうなんですよ。ちょっと僕もさっき様子見させてもらったんですけども、ボロ勝ちしてました。そうなんですよ。今どういうテンションでここにいていいかわからないんですけど。最高ですよ。悔しくて高卒が東大生に勝ったんですけど。本当悔しい。バトスピということで、今回は100万円に挑戦する2チームをご紹介いたします。まずは VTR をご覧ください。バトスピエクストリームゲーム 3on3 ステージ、エントリーナンバー1、チーム長島。あー強そうだ。 BP さん、木下三郎、駄菓子王スカイからなるチームで、彼らの地元群馬県にあるブックス長島を拠点に活動。そんな彼らには100万円を獲得してどうしても叶えたい夢があった。その100万円を使ってここのブックス長島さんの和式トイレを洋式トイレの方にきれいにしたいというふうに考えています。トイレってそんな汚いですか？そうですね、まあなんだろうな、古臭い感じって言ったらいいでしょうかね。ちょっと見てみますか？あ、いいですか？はい。ということで、この2017年現在の和式便所だというブックス長島のトイレを見せてもらう。はい、こっちが和式になってちょっと見てもらっていいですか？これはなかなか汚いっすね。はい、そうなんです。これが洋式になったら女性プレイヤーももうちょっと安心してられるかなっていうふうに思うんですよね。どう和式？いつもお世話になっているブックス長島に恩返しがしたい。ですよね。古いタイプのアイドル。そんな彼らに自信のほどを聞いてみると、スピリットを外せないで勝つ。まあライフを直接狙い打ちに。フォアショットで5点持っていくとかってしちゃえば問題ないと思います。と勝つ気満々。チーム長島、見事勝利を収め、100万円を獲得することができるのか。対するは 3on3 ステージ、エントリーナンバー2、チーム鳥取勢。カードキングダム鳥取駅前店を拠点に活動するトール、門脇、葵からなるチームで、ソフィーすごいお若い方、はい、今中学校1年生の13歳の、長男の葵という声もですね。なんと今回親子で参加。葵は2014年小学生以下で行われる大会スタンダードクラスで中国エリアベスト4入りを果たすほどの実力者。気になる賞金100万円の使い道は、年に1回、このようなバトスピの大会イベントを行っているんですけども、大会の後に、こういった、バーベキューをみんなで行って、予算の都合もあって
まあ、お肉が少なかったんで、この時のバーベキュー参加者は32名。取り当たり 200g の鳥取和牛を用意したのだが、物足りないという不満の声が続出したそう。100万円取ったらですね、まあ、1人 500g として50キロぐらい、結構いくね、超豪華な1人500食えたらもう最高ですね。最高ですよ。超豪華バーベキューを目指す3人の作戦とは。紫の速攻で紫アクセルで5点を叩き込む。僕はまだ決まってないです。バーベキューのプレッシャーからかリーダーのデッキ作りに難航。チーム鳥取勢、果たしてチーム長島を倒すことはできるのか。どっちもね、バトスピに関係ない100万円の使い方でしたけどもね。そうでしたね。お弁当と肉見せられるっていう、ね、それでは1回戦先行ですね。チーム長島 BP さん、対して後攻はチーム鳥取勢から葵さんです。それではバトルを開始します。ゲートオープン、開放スタートステップ、はい、でドローステップ、はい、BP さんが始まりましたね。成功ですね。BP さん成功ですね。さあどんなデッキでしょうね。メインステップ、はい、ネクサス海帝国の秘宝4コストで配置します。急にネクサス、はい、このネクサスは自分の手札を保護することができます。あのネクサスが強いのは、はい、青のシンボルが2つついてるんです。なるほど。ターンエンドします。はい、じゃあスタートステップ、コアステップ、ドローステップ、メインステップ入ります。ゼロコストクリスタニードルを召喚します。あれを破壊してしまうと、さっき出したそのネクサスが破壊されてしまうので、3コストに、1軽減アイランドルートを、ちょっとやってることで、2コストで配置します。配置時効果、敵の上から1枚ドローします。これか、召喚もして手札も増やしたと、はい、3コスト2軽減、もう1枚、もう1枚でしました。強い動きですね。配置、配置ドローがなかなかいいようですね。1枚ドローします。あ、はい、どん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 出しつつ手札補充して、はい、ソウルカウント、ストリーゼ、葵さんのフィールドはもうすでに紫のシンボルが3つある。3コスト2軽減、あ、さらにもう1枚、すごい、ネクサス、旅団の摩天楼、旅団の摩天楼で、これもワンドローが入ってます。1枚ドローします。またワンドロー。でこれでタイノです。素晴らしい立ち上がりですね。1ターン目に4枚出したのにまだ手札4枚あると、はい、素晴らしい。これってアイスドローステップでこういうデッキにしてるっていうこと、はい、リフレッシュステップ、はい、今紫ではこういうネクサスを対応するタイプが多いですね。なるほど。この後どう展開していくかちょっと楽しみですね。 BP さんも召喚しやすくはなってる。サバイバーバディ、そうですね、1コストで召喚します。サバイバーバディはまたこれは懐かしいカードが出てきました。召喚します。そうなんですか。もう2年前ぐらいに発売されたカードなんですが、これは相手の効果で破壊されないんです。そしてこのスピリットは将来という効果を持っています。はい、将来というのはどういうことかというと、バトル終了時なんですが、あのスピリットがアタックして、このスピリットバトルで破壊されなかった場合ですが、その後自分で破壊することで同じ系統闘神を持つコスト5か6のスピリットをノーコストで召喚することになります。はい、なるほど。自滅させてね、BP さんは、マントラドローを将来的なスキルが書いてありますから、はい、打ちます。そのままでしたね。3枚ドローします。はい、それの中から2枚捨てるので、ロード走り、はい、あ、3枚引いて2枚吐きですね。 BP さんも手札多くなってきてますね。はい、2枚捨てます。うん、青いですね。青デッキですね。さあ BP さん、地元ではね、あの青鬼って長島の青鬼って呼ばれてるらしいです。を出します。怖い。それほどにで、さらに打ちコストでマントロドロー、はい、はいはい、打ちコスト、はい、で3枚引きます。はい、これは楽しみで、僕青も好きなので楽しみです、ね。3枚引いて、緑鳥同時、同時、妙王にソルコが乗ってるので1枚だけ捨てます。さんが使っていらっしゃる、はい、この将来というデッキタイプは、いわゆるコンボというこのの発生して、で、バーストをセットします。あの相手のライフをどんどんそのコンボで削っていくというタイプですね。うん、デッキ破壊というよりはターンエンドします。はい、じゃあスタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップでメインステップに入ります。どうしようかな、あ、迷ってますね、葵さんが。そうですね、どうしようかなって声が、ね、聞こえてきましたけど、はい、聞こえてきましたね。難しいところだと思います。悩みますよね。8コス、あー、すいません、はい、ちょっと見せちゃったんで、超ミスだ。葵さん今バスケ部にね所属してるらしいんですけど、はい、バトスピの方が8人で好きらしいんですよ。
将来有望です、ね、有望ですね。バイパイソンが出ました。なるほどなるほど。そしてその、極度の4マグナマイザーが召喚されました。召喚します。なんですが強力なアルティメットです、うん。じゃあアタックステップに入ります。トリプルアルティメットトリガーを初搭載した、トリプルアルティメットトリガー、はい、トリプルアルティメットトリガーを初搭載した、トリプルアルティメットトリガー、はい、1枚ガードです。2枚目ガードです。はい、3枚目ヒットです。はい、じゃあ2個トラッシュに2つヒットですね。あ、せっかく2つヒットした場合は、セットしたのに、はい、まあ、ヒット1回につき相手のスピリットの子は2個トラッシュなんで、はい、ヒットしたのは1回だけですね。トラッシュありますか。2 個, 2個だけトラッシュいきました。じゃあライフで受けていいですか。はい、DP さんライフできましたね。ファーストはないです。じゃあこのままエンドステップでターンです。はい、葵さん引きがいいですね。やっぱり運も大事ですか。大事ですね。リフレッシュがやはり拮抗していると、はい、物を言うのは運ですね。おお、なるほど。あとはもちろんプレイングのうまさももちろんあります、うん、相性もありますね。もう2軽減ありますので、ソウルコアを使って4コストで、はい、でマグナマイザー破壊します。はい、ソウルコアを使用することでコスト7以上のアルティメット1体を破壊することができます。フライハマグナマイザー処理強い。すごい。強い。ここでフライハか。でかい。ナイスプレイ。で、ターンエンドします。はい、アルティメット破壊。コアステップ。これもまた噛み合っちゃってるな。あのマグナマイザーをそのままほったらかしておくわけにはいかないという判断ですね。そうですね。早めにアルティメット出したのに。確かに。で、そうですね。すごい攻防ですね。これ初戦ですか、本当に。決勝みたいなね。そうですね。やり取りですけどもね。さすがです。3コスト、2軽減、1コスト、マグ使いのカイルもレベル1で召喚します。あ、このスピリットはアクセルとしても強いんですけども、8コスト、4軽減、はい、あ、もう1枚持ってましたね。マグナマイザーをレベル3で召喚します。アルティメット、また出た。再びマグナマイザーが召喚されました、マグナマイザー、アタックするときにトリプルアルティメットトリガー、はい、出た、またトリプルアルティメットトリガー、ヒットです、ガードですね、はい、ヒットするのか。ヒット、ヒット、ヒットですね。ヒットしました。2回ヒットした場合は相手のライフの子は1つをトラッシュに置く。2回ヒットしたのでまず1個トラッシュにライフ、はい、フラッシュありますか。フラッシュないです。じゃあそして3個ないです。はい、じゃあライフで受けていいですか。はい、じゃあライフで受けます。でライフでバーストバーストないです。バーストのバーストない、はい、開かない。あのバースト何でしょうね。スピリット消滅とかですかね。とりあえずでもそうですね、ライフで受けといて、受けといて、はい、コアを増やしたということですかね、はい。次のターン自分のやれることを増やしたいということですね。で、葵くんが VTR で言った紫速攻っていうのはこういうことなんですかね。そうですね。もうすでに相手ライフ2ですもんね。さあ出た。来たー。これ強いやつ。でも手札2枚だからハンデスが出てる。ハンデスはないです。確認必要ですか。が出ました。起動者ですね。はい、確認。お。アタック時にソウルウォッサーをトラッシュに置くことで、これ BP さんが好きなカードじゃないですか。強制的に発動することができます。ここからしかし BP さんが逆転するためにはライフを5点なかなか難しいんじゃないでしょうかね。そうですね。ありがとうございます、はい、ノーダメージですからね、まだね。そうですね、葵さんがそれを覆すバーストがひょっとしたら貼られている可能性もありますね。さあ BP さんもコア置きまくってくださ い、はい、紫を相手にするときはどうしても消滅してしまうので、ソウルコアをトラッシュに置きます、はい、それによりバースト発動します。あ、出ました、起動しました。不弱妙の効果で、不弱妙ですね、3枚ドローします。これはどういう効果ですか。1枚、これは3枚ドローして1枚だけ破棄することで、そして1枚捨てるので、この場合であればブリュンヒルドを捨てます。はい、うん、はい、あ、ブリュンヒルドも入ってるんですね。で、愚弱妙を召喚までいきます、はい、召喚しました、召喚しましたね。はい、こちらフラッシュありません。こちらもないです。じゃあソウルバーストを発動した時に、はい、アイテム手札が5枚以上あった時にそれを全て破棄させて、はい、2枚ドローという効果が、フラッシュありません。こちらもありません。帰るも、小遣いが1万円でバトスピに費やしてる。ブロックのフラッシュ、少めのお小遣いですありません。そうですね、1万円の中でブロックのフラッシュやりくりしてるんですね。ありません。はい、じゃあ破壊まで、破壊までブロックしましたね、はい、じゃあバトル終了後、はい、来ました、将来です。将来をします。出た、はい、ぞ、はい、召喚します、はい、これはソーダッシュアイザックでしょうか。なるほど、このアイザックにも将来がついています。本当に将来で固めてる、もうね。そうですね、手札が4枚なのでその中で
その中にアリーアイザックでアタックします。これアタックしてから効果確認いいですか。あ、はい、アタックし今あのこの状態だと、はい、アタックしてバトル終了時にあのスピリットが生き残っていれば将来を発揮。フラッシュ。じゃあ手札にもう将来で召喚できるのがいっぱいあればクリスティアドラゴンを続々と攻撃できるということですね。アクセル使用しましたね。リザーブに。はい。クルセイダードラゴンですね。あれはアクセルはスピリットのコア2個をリザーブに置く効果です。じゃあそのままバトル終了です。消滅してしまいましたね。あらー、将来ならず。クルセイダー。あ、消滅する。さあ2個リザーブに置きたいよと。将来を壊さない。将来を防いだ。なるほど。これでバトル終了時まで生き残っていなかったので将来発揮できずというところですね。リフレッシュステップ。メインステップ入ります。今のは見事な回避でした。でゼロコストクルセイダードラゴンを召喚します。スキノさん紫デッキだよね。はい、もう勉強8コストで5軽減3枚しないとまたマグナマイザーが。また出た。これ3枚目じゃないですか。そうですね、マグナマイザー全部出ましたね。持ってる引きいいっすね。これは素晴らしい引きです。うん、あ、これはさすがに厳しいか。トリガーカウンターというカードも存在しますので、なんとかアタックステップに入ります。はい、どうぞ。いや、これアルティメットトリガーで、はい、ガーここは削られちゃいますよ、引きによっては。そうですね。はい、ドラグ、はい、あーっとヒットです。カウンターは、はい、3ヒット。じゃあ、2個トラッシュ、はい、で、ライフ1点トラッシュ。あ、ないでいいみたいですね。はい、ことはさあ、そして1個削られる。はい、そして手札2枚も発生。はい、ありがとうございました。あー、決まりましたね。何かありますか。あれよ、あれよ、ない。おっとー、勝った。苦しいだろうな。そうだね、ちょっとアイザック君の体勢を過信したかな。カードの引きはどうでした。あ、そうですね、まずあの手札にマグナマイザー3枚持たれてたのはかなりきつかったですね。あ、最初から持ってたんです。そうですね、はい、アイザックの後将来繋がりました。あ、繋がりました。あ、繋がったんですか。はい、ライフひょっとして5点取れる予定でした。5点は正直破壊してもらわないと厳しかったので、さっき破壊してほしかったっていうのはあったんですけど。あ、破壊の方が良かったんですよね。はい、消滅でしたからね。はい、破壊してもらった場合だと、あの先にスクリーバー打っといて破壊して回復なんていう技もありましたんで。あー、なるほど、そういうことでしたか。それも見たかった。2人がですね、はい、バトスピーエクストリームゲームに出演するにあたって、はい、あのちょっとネットとかで、はい、どうせカードゲームちゃんと真剣にやらないんでしょみたいな、いやいやいや、ルールとか知らないんでしょみたいなっていう感じがもうネットで非難合々なんで、真剣にやってるぞってところを ちゃんと見せるためにこれから2人で戦ってもらいます。やってますよ、言われてますよ。負けた方にあの罰ゲームがあります。いやいや、趣旨関係ないじゃないですか。ゲームオープン、開放。このスピリットの召喚時、相手のスピリットアルティメットのコア4個を相手が相手のトラッシュに置く。出た、受けてください、支流体制バスカール。来ました、世間市ジャギー。来ました、勝ちました。来ました。ゆきちゃんのサンシャイン池崎まで3、2、1、ドン！イエーイ！空前絶後の超絶怒涛の地下アイドル、地下アイドルを愛し地下アイドルに愛された女、東京大学、早稲田大学、慶応大学、明治大学、全ての大学の生みの親、古代という日本一の学歴を生かせてない女子ワングランプリセミファイナル。はい、ここで新デッキ登場のお知らせになります。
4月15日に新たなデッキが発売されます。はい、新たに出るデッキなんですけれども、はい、なんと2種類同時に発売させていただきます、はい、降臨する神王と降臨する竜王となっております。強力な X レアが各デッキなんと2枚ずつ入って、うん、コアと、はい、ソウルコアデッキ全て込み込みのお値段で特別価格900円となっております。1000円切ったんですか？切りました。いや、ちょっと今回受験生切った。もうちょっと上げて儲けましょうよ。まあそうなんですけどね。もうちょっとはい、続きまして4月の23日日曜日に開催されますバトスピマックス2017について紹介いたします。はい、はい、バトスピ最大の祭典バトスピマックスが幕張メッセで4月23日日曜日に開催されます。はい、入場無料なんです。そうなんです。さらに行くだけでバトスピマックス限定カードがゲットできちゃうんです。はい、さあその気になる限定カードなんですけどもこちら、はい、はい、限定カードは光神王セブンソードタイガー、うん、こちらは4月29日発売の降臨編第1章に収録されるカードの先行配布となっております。ただですね、はい、このイベント限定でバトスピマックスの金色のロゴが入っている特別仕様となっております。当日はバトスピチャンピオンシップ2016の年間王者、世界王者を決める決勝大会のほか、イベント限定品の物販コーナー、一日中バトルが楽しめるコンテンツ、バトスピ体験会やミニゲーム、さらにアニメバトルスピリッツダブルドライブステージとしまして、人気声優の小市誠さん、田村睦美さん、そして杉田智和さんが登場するステージも予定しております。豪華ですよね。もう僕もすごい楽しみです。とにかくですね、一日中楽しめるイベントとなっておりますので、うん、ぜひとも皆さんお誘い合わせの上お越しくださいませ。はい、これはバトスピ好きな人も最近好きになった人も絶対行きたいですね、うん、そうなんです。モアさんやね、ゆきさんのように始めたばっかりだって方も、はい、こうね、体験会がありますので皆さんお誘い合わせの上、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。一緒に行きましょう。はい、猿の純真をハヌマリン、黒煙の4魔教グラムザンドを召喚します。はい、この効果で BP0 になったスピリットアルティメット全てを破壊。これなんか突破口じゃないですか。突破口になるかもしれないです。アタックジソウルドライブ、はい、開きました。ソウルドライブ開きました、相手のスピリットを全て破壊します。はいはいはい、いった、ソウルドライブだ。いきましたね。いや、もうこのターンで決まります。このターンで決まりますから、はい、もう断言します。